口コミ大学。このコーナーは主婦たちの口コミ情報やお役立ち情報をお届けするコーナーです。七福醸造の葉山さんに今日もスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうみんなが今ね、唾をごっくんって美味しそうなのがいっぱい、はい、もう実はスタジオには何度かお越しいただいていて、いつも美味しいお料理を作っていただいてるんですが、この七福の白だしは私がもう大好きで使っているものなんです、うん、とっても簡単で楽して美味しくできる安全な調味料なんですが、前回紹介した時にともママさんからいただきました、キラママカフェ楽しそうな雰囲気が伝わってきました。昨日白だしで肉じゃが作りましたよっていうのもいただいております。いろいろ料理をここでも卵焼きとかね、野菜炒めとかね、お吸い物とかね、お雑煮とかね、作っていただきましたが、今日は何を、今日はですね、七福の白だしで白だし焼きそばを、簡単にちゃちゃっていきます。ちゃちゃっていきます。葉山さん、朝は15分で4品ちゃちゃっと作る。ちゃちゃっていきますので、15分で4品で4品その代わりこの白だしを使うとっていうことですね。全部白だしです。白だしはもともとお醤油、有機栽培の小麦と、大豆を使ったお醤油にだしを入れたものなんですよ。だからだしとしても使えるし、お醤油としてももちろん使えるもので、今この目の前にあるかつお節の厚削りですけれども、すごいですね、立派でしょう。これが使われてるんですよ。ちょっとよろしければパリンとしてちょっとかじってみてください。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいんです、これ実は。半分こしよう。これね、多分1000円分ぐらいするんです。すごい音、香りがもうすごい香りが。あ、いい香り。さっき食べた。どう？美味しい。ね、これだけで。でしょ。だから完成された味ですよね。これと、たくさん食べれる。この本枯節っていう鰹節と昆布、椎茸、あと天然の塩が入ってる。そうですね。白い醤油とね、有機の小麦大豆で作った白い醤油と、今おっしゃったものが全て入ってます。なので味付け、うちもね、実は焼きそば、この白だしで焼きそばするんですよ。なんかソースとかももちろん美味しいんだけど、ちょっとあっさりめが食べたいなっていう時に作るんですが、では早速お願いします。はい、お願いいたします。お正月ね、ちょうどこうおしそばっか食べた後、さっぱり美味しい焼きそば、白だし焼きそばで、はい、七福の白だし焼きそばは今本当に大人気です、美味しいですよ。今ここでフライパンに火をかけまして、もうちょっとしたら油を入れて、はい、でこの焼きそばをちゃ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 っと炒めて、そうなんです。であとお野菜を入れて、はい、であと白だしをちょっとかけるだけ。野菜炒めも、だから本当に野菜を炒めて、白だしだけで味付けできる。塩コショウもいらない。そう、野菜炒めで2人前で大さじ2杯の白だしだけ。でチャーハンも2人前で大さじ2杯の白だしだけ。はい、結構濃いんですよ。濃い。濃縮がすごく濃いんで、もともと私ずっと使ってます。あら、はい、もう母から代々。嬉しい。そう、お袋の味です、我が家もこれはお袋の味になってる。うちもお袋の味にしよう。そう、お願いします。お鍋とかおでんとか、もちろんだし、そのままこれだけで。そう、そう、お雑煮とかでも。お雑煮も美味しい。お鍋、お雑煮、おでん、みんなカップ1杯 200cc のお湯に大さじ1杯の白だし、それだけですよね。そう、息子に送ろう。いいと思います。でね、本当に面倒くさい時は、お味噌汁もそうだし、お吸い物もこれで作ると本当に楽なんだけど、例えば1人分だとお椀に白だしをちょっと入れて、で、この間熊谷さんが言ってたのはとろろ昆布をちょっと入れて、でお湯を入れる。それだけでも十分美味しい。カツオワカメとか、オフとか、オフとか、かまぼことか、まあ何もなくてもすごく美味しいんで、急にお客さんの時もね、美味しく。でもうここで火がいいですね。大丈夫ですね。入れますね。味にだらつきがないんで。そうですね。だし取ってやってると美味しくできる時とできない時があるんですよ。ちょっと時間かかるんでね。そうそう。ちょっとそれがないんでいいですよ。本当にね、こうしてね、炒めるだけ、もうな、誰でもできちゃう、子供でもできちゃうから、で、主婦歴何年って言ってもね、一緒になっちゃうけど。焼きそばはね、もう本当最近私このあっさり焼きそばが大好きで、そうか、ソース焼きそば以外に白だしできたのね。はい、できます、できます、醤油。今では、そう。
今ではね、あのうどん屋さんも、美味しいうどん屋さんがね、うちの白だしで、あの白だしうどん、焼きうどん、焼きうどん美味しいです。焼きうどんもうちも作ります。とにかくなんかいろんな調味料を使わなくてよくなるんですよね。そうですね、これだけ これだけで、あのお料理の色も味も香りもね、やっぱりあの突出してるから。でやっぱりあの今日はこれ、今日はこれっていろんなもの作っても、みんな同じ白だしなのに味が違うんですよ。それはすごいですよね。であの唐揚げとかもこれ、お肉をこれで揉み込んで、で片栗混ぜて揚げるだけです。そう、はい、そう、こちらがトマトパスタとかにも、うん、おお、いいですね。すごい、もちもちもね、なんか何でもこれをちょっと足りないハンバーグとかでも、野菜の炒めを、はい、何にでもこれちょっと隠し味に入れたりしたくなるね、はい、でもってその冷めてからが美味しいね。そうです、冷めてからがね、本当に本当に、あの原材料っていうのか、中身がいいから冷めてから美味しいのが特徴なんですよね。変な味がしない、こうして炒めるだけ。ねえ、本当に。そう。これで料理屋さんだとね、最後にね、トマトを炒めて入れて、ピーマンを入れて、そうすると本当にあの綺麗なお料理になります。トマト？トマトに焼きそば。美味しいの。平気なんではね、うどん、あの焼きそば屋さんがね、やってて、あの白だしで焼きそばやってて、うちの瓶が置いてあったから、え、何って言ったら、これで焼きそば作るのよって言われて、でトマトが入れてあったんだけど、すごくやっぱりね、白だしと合ってて、で、こうして本当にお野菜だけだったの。簡単に食べるだけ、誰でもできちゃうもんね。で、温まってるうちに白だしを、そうですね、これでお野菜がたくさん入ってるから、まあ3人分ぐらいですね、はい、そうです、そうです、多め。普通はあの、まあ2個に、あの2玉に白だし大さじ3杯ですけど、今日は4杯入れますね。はい、はい、これさ、すごい、これちょっと測るだけです。これで終わり。私測ってないですね。ね、そうですね。ただ濃くなるから、あの、そうそう、薄めから始めて、ちょっと足すと。そうですね。測るタイプじゃないですよね。ね、みんなそうね。みんな測る。一番最初だけやってみて、で、味の加減をね。そうですね。はい、で、何でもそうですけど、お料理ってやっぱり、なんていうの、火の強いのでパッてやるのが美味しいですもんね。うん、でも白だしだと迷わずにこう味付けて、で、うん、さっとやれるから、1個でいいからね。そう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 。リンゴと。そうです、私、リンゴとシュッと。そうそう。はい、いっぱい出た。もうこれでいいぐらいね。食卓にも置いてあるんだよね。そう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 。ちょっと足りないときとか。冷ややことかにとってちょっと。はい、いいですね。卵かけご飯とかも。あ、なるほど。そうそう。あとで原液をちょっと舐めてみてください。どんな味かが分かると思うんですけど、色もね、薄いからね。そう、白だしだからね。じゃあ皆さんちょっと、あ、たくさん出た。ちょっと舐めてみてください。いつもの味。あ、嬉しいね、いつもの味。美味しいでしょ。美味しい。濃いけど、卵焼きとかにも入れちゃう。そうそう、卵焼き、ね、卵焼きがね、これが一番美味しい。だから大体ね、卵4個に大さじ1杯の白だしと、で、まあ、お砂糖ちょっと入れて、でお水入れても入れなくても、お水を入れればきれいに焼けるし、厚焼き卵、そう、だし巻き卵は、でお水を入れなければ普通の卵焼きが、はい、ちゃちゃっと焼けますので、はい、ちゃちゃっとできる。そう、ちゃちゃちゃなんですよ。もういいかもしれないですね。ね、で、ね、2玉だけど、3人前と4人前大丈夫だね。はい、あの分けて食べます。はい、お願いします。4人分を。本当に何にも味が付けてない白だしだけなんですよ。本当白だしです。そう、なんか黒くない焼きそば。そう、そう、そうなんです。綺麗なの。白だしがね、本当に色がつかないのがいいですよね。そう、なんかすごい綺麗。付け方もすごいでしょ。大丈夫です。残ったらスタッフがみんな喜んでくれます。本当にね、うちでもいつも笑われてるんだけど、まあ、白寿司があるで、あの、ね、お料理ができるけど、お前のやり方ばって言っていつも言われてるんですけど、でも美味しいです。ね、え、かわいい。はい、お箸でどうぞ。なんか他の入れ物持っててよかったね。ごめんなさい、ここでいいからね。どうぞ、はい、どうぞ。ありがとうございます。
先に食べてる、はい、どうぞ食べてお味を。私知ってる。チャーハンでも同じように、ね、すごい、だから汁出しだけだけど味が足りないとかそういうことは多分ないと思うんですけど、本当だ、しい、味がちゃんとあってしょっぱくない、ちゃんとコクがある、嬉しい、意外となんか優しい味、うん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 、なんかお鍋の最後に食べるなんかラーメンみたいな、なんかいいですね、おいしい、年取るとこれぐらいがいいんだな。ちょうどいい、ちょうどいい、あのうちの4歳の子も白だしがなかったらね、うん、もういや何でもね白だし入れてっていうぐらいね、うんうんうん、好きなんですよ、サラブレッドだね、はい、4歳でもちゃんと知ってる知っ